あなたも一般の方になりませんか？なんかそういうの、でもあっちゃんって、あっちゃんもでも悩むときあるんでしょ？いっぱいあるだよね。いっぱい、今そんなにいっぱいはないけど。どういう風にさ、それをさ、消化していく？いきなりこんな話だけど。私ちょっと脳の勉強を一時期したことがあって、何年か前に、ちょっと家族が病気になった時があって、で脳の勉強をしたら、なるほど脳って奥深いなと思って、自分の苦手なこととかをなんか克服する方法みたいなとか、あと回路が、例えばその落ち込みやすい回路みたいのにもこう なぞられちゃってて、そこが太い道、わだちみたいになっちゃってるわけ。だから違う道を作るっていうのを意識的にするようにしてて、なんかご褒美を与えるみたいな、なんかスタジオに行くときは例えば私スタバを買ったりとかするんだけど、それはどんなに例えばまあ節約とかしてても常にご褒美としてカフェラテを飲むとか、あ、運動をするようになってから、一瞬で追い抜かれない何かが生まれたことによって、あの自己肯定感が上がったりとか、なんかこう常に競争社会にいるから、追い抜かれるのが怖いわけ、一瞬で、その人気商売だから、でもトレーニングを週一でしてるってもう積み重ねでしかないから、トレーニングするようになってから一瞬でその人が筋肉をつけることはできないからね。なるほどな。だからそういうので結構自己肯定感が上がってきた。ああ、なるほど。かな。そっか、運動結構大事。積み重ねな。ハマってもいい刺激なんだよ、脳にとっては運動って。でギャンブルとかそれこそそのガチャとかって結構悪い刺激だからそこにハマっちゃうと、それ以上に楽しい、その適度に遊べばいいんだよ。でも行き過ぎちゃうとそこの回路が太くなっちゃって、そこを通らないと快感とか幸福になれないようになっちゃうの。危ないね。でも私もでもだから運動するようになったらいいかもしれない。あとね、足りてることを数えるっていうのも結構大事にしてて、この業界にいると常にそのなんだろう、第一線でアニメに出てることがめちゃくちゃいいみたいな価値観なんだけど、そうじゃないと。でも俳優さんとかもすごくね、彼かのでデビューしてんのとかいうので、一個一個肯定していくみたいなのを結構繰り返した。なるほど。めちゃくちゃすごい、私すごくない、え、これもすごい、これもできる、あれもできる、これもできる、あれもできるって全部できることを数える。そっか、できないことより。でもモイなんてできることいっぱいあるじゃん、だってすごいよ。そうかな、そうなん、そう思っておこうね。だって今もなんかそういう風に言ってくれる人もいるしな。私は曲が作れないじゃ ん曲が作れないことを数えるんじゃなくて、歌えることを数えるみたいな。歌えるじゃん私みたいな。そのなんか結構ポジティブな方に考えると、人は堕落するんじゃないかという恐怖で悪い方を数えるんだと思うんだけど、そうかも。なんか努力しないといけないと思う。そうなんていうのかな、いやでもね、現状を維持するには上がっていかないといけないんじゃないかみたいな脅迫観念があるじゃん、っていうと、もう年を取ったらさ、現状維持しているだけで上がってってると思うけどね。そうか、現状維持してるだけで上がっていってる。あ、名言いただきました。落ちていくじゃん、体力とともにさ、やっぱ活動限界みたいのが来るわけだよ。なんかアンビリカルケーブルがピッてなっちゃうから。でもね、脳のバランスの問題だから、脳にいい回路をどんどん変えていけば。なるほど、そうだな。だって、そうだよな、ネガティブになってもいいことなんてないって分かってんだよな、確かに。特にこういう業界にいると本当にそっちに陥りやすいから、それはなんか固定の給料とかではないからだと思うんだけど、がもう自己肯定感を意識的に高めたり、思考がそっちに行かないようにっていうのを結構気をつけるようになってから、なんかもう全てが楽しくてしょうがないですけどね、私は。やってるとね、毎日が楽しくてしょうがないくなってから、やっぱ写真とかに出るようになった笑顔の雰囲気が変わったりとか、生きるのがもう楽しくなっちゃ、辛くないから、まあ、それでも辛い時はあるよ。でも立ち直れるっていうことが分かってると、落ちててもなんか時間が解決しますって思っちゃう。でも確かに、あと絶対に楽しくなる動画を見ちゃうとか、
私はやってるけども、でも結構聞かれる。私が死ぬほど楽しそうだからなんであっちゃんフリーなのそんなに楽しそうなのってめちゃくちゃ言われる。なんかコツがあるのとか言われて、いや本当に自分がよくやってるな、できることを数えるみたいな。みんなもそうかもね、ことの繰り返し。よかった探しだ。もう今は、うん、もう今は生きてるだけでみんな素晴らしいから、もう本当に、いや亡くなっちゃうこともあるかもしれないけれども、うん、本当生きてるだけでこの時代を、この辛いコロナの時代を生きてるだけでもう150万点だよ全員。悩まなくていいマジで、うんうん、いつもあのインスタライブで言ってるんだけど、もう生きてるだけで全然いいので。脳科学の本結構面白いよ、うんうん、やっぱね脳には勝てないんだよ心って。うわ、脳が支配してる全てを。婚活のだから意識的に自分で脳をコントロールするようにしていくみたいな。なるほどね。榎本桃井のエモエモナインティーズ、毎週日曜21時から YouTube にて好評配信中。私を公会堂に連れてって。